はい、皆さんこんばんは、ガリュウです。ですね、この先日釣ったヤズですね、このヤズの動画の中で出てくるこのリグですよね。このイカみたいなの何っていうしょっちゅうよく聞かれるんです。僕はね、不祥案の時に対応するんですけども、まあこれで釣った動画を何回か上げてるんですが、それの動画を上げるたびにですね、イカみたいなのなんすかみたいな、ご質問いただくんで、今日はこのことについてお話ししたいと思います。はい、これはですね、名前はゲームシンカーという名前で、僕の友人が作ってるんですけども、昔からの釣り友達ですね、はい、が作っております。まあ、一見ね、夏目に見えますけども、重量配分がここに集中してるんですね。なのでこういうフォール姿勢を保ちますし、まあなんていうんですか、泳ぐ時もこのいい姿勢のまま泳ぐというね、ちょっとこう糸を通して確認したいと思いますけども、ちょっと待ってくださいね。こうやって糸を張った状態だとよくわかると思うんで、一見夏目のようですが、必ず腹をこのように下にするというね、このバランスのこのズレがですね、フォールにしてもリトリーブにしても面白い動きを作り出してバイトを誘発するというですね、そういった作りになっていると僕は思っています。はい、そしてこの突起部分ですね、この突起部分は何かというとですね、まあ大体わかると思うんですけども、このタコベイトですね、山下でもどこでもいいですけども、タコベイトをこのような感じでカットします。ちょっと色が岡本利権チックですね、まあ関係ないですね。はい、これをですね、このようにこの突起部分にですね、はい、ねじ込みます。はい、するとですね、シルエットがもうほぼほぼ小イカになるというですね。はい、まあこれリグなんですけども、まあ、リグも平場と一緒でございますね。はい、まあ平場と違うのは、まあちょっとタコベイトの部分がスカートになるので、まあネクタイだけつけたこのようなリグ、まあこれティンセルもついてますけども、を用意していただいて、まあこの鉛のね、このシンカーの中にこの糸を通していただければそれでいいという、はい、感じになります。なので基本構造は誘導式の平場と一緒ですね。ただフォルムがですね、もう到底平場には見えないような感じになります。まあ僕はこれ気に入って使ってるのはですね、まあいろんなリグの要素がある、まあ例えばね、インチクの要素もあるし、ジグの要素もあるし、もちろん平場の要素もあるということで、フォールで、も狙えますし、ゆっくりそこから巻いてきてもバイトはありますし、もう一回ビデオで説明しますけども、すごい高速巻きにしてもいいし、まあ、軽くトゥイッチっていうかジャークを入れても釣れるというですね、まあいわば、まあ、万能なんですよね。なので、初めての場所とかで僕はこれを一投目に使うことが多いです。まあ、一番よく使うのはこういう高速巻きなんですけども、これハイスピードリールでこんだけ早く巻いてるんで、かなり回収スピードぐらい巻いてるでしょ。これでもちゃんと食ってくるときは食ってきます。まあ逆にですね、超スローリトリーブでも来るし、まあ言ったらリーニングしない、なんか水中を漂わせてる状態でも来たことがあります。で、まあ最もこのリグのストロングパターンというのは、もちろんベイトがイカの時なんですけども、まあこの時釣れたヤズもですね、ちょっとお腹裂いてみます、すいませんね、ちょっとキモいですよ。はい、裂いてみるとですね、まあ本当にこれぐらいの小イカちゃんがですね、まあ胃袋の中に20匹ほどいました。はい、まあこの季節よくあるですね、小さなイカを爆食いしてるというね、はい、そういう状態の時にこのルアーは本当に最強だと僕は思いますね。だってもう本当にマッチザベイトでしょ、こうやって見たら。まあね、同船者の人がね、魚釣って釣った魚がイカ吐いたとか言ったら、もう本当にもう迷わずこれを海の中に投入しますね、僕は。はい、
で、まあ結構おのずと結果が出るというね、悪い思いを今までしたことないんで、僕はもう結構信頼を置いています。イカパターンの時はもう本当にゲーム進化はよく使います。はい、ということで、まあ基本は平ら場だと思ってもらって構わないと思うんですね。平ら場進化だと思ってもらって構わないんですけども、ですからまあこのような、普通の平ら場のリグですねを、まあタコベイト使わないでこんな感じで、はい、使ってもらっても全然釣れますんで、はい、そこら辺はね、いろいろご自分で工夫なさって使ってみたらいいと思うんです。はい、まあ自由にやってください、いろいろ。はい、でまあこの進化を作った僕の友人ですけども、サラモト君って言うんですけども、彼はまあ本当にまともな普通の仕事を一つしながらですね、ご自分で船を所有してですね、でまあ趣味としてはすごいですよね。これこのゲーム進化も設計から自分でやって、金型自分で起こしてですね、まあそこに鉛を詰め込んで、バリを取って塗装してコーティングして、でまあ販売はしております。はい、で彼すごいのがですね、まあ、アラですね、クエですかの日本記録保持者なんですよね。まあ、この魚拓なんですけど、これじゃちょっとよくわかんないと思いますけども、75キロ、174センチ、まあ、ほぼほぼ僕ですね、が、まあ、ちょっとわかんないでしょうから、写真で見るとこんな感じですね。まあこの魚のでかさびっくりしますけども、まあ、僕はこの彼 の, こんな若い時期があったんだっていうのを目を細めてしまいますね。今はこんな感じでございますね。まあかなり、渋くなってきましたね、年を重ねてね。はい、はい、ということで、概要欄にも貼っておきますが、これがホームページですね。ここでゲーム進化一応唯一販売しております。ですね、まあこうやって見てもらうって分かると思うんですが、ほぼほぼ在庫はいつもありませんね。基本的には、注文を受けてから自分で作るスタイルに最近なってるようで、何様ご注文品です、 H 様ご注文品ですって、もう本当なんか見るだけ、これメルカリみたいになってますけども、まあやっぱね、彼はまあ普通にまあ昼間仕事してるわけで、まあしょうがないかなと思いますね。完全に自分で設計して金型を起こして鉛を追い込んでですね、バリを取って塗装して、コーティングしてパッケージングして発送するわけですから、これはまあしょうがないかなと僕は思います。そしてこれはですね、YouTube のチャンネル、彼もちゃんと、チャンネル一つ持っていまして、ウォーターゲームというチャンネルなんですけども、まあ、ちょっと更新頻度そんな高くないんですけども、ぜひ皆さんチャンネル登録してあげてください。今登録者数が633人なんですけども、これがもうもしね1000人超えるようなことがあればですね、まあ、僕が必ずゲームシンカーとかをプレゼントする企画を、僕がやらせますので、必ず、はい、ぜひ、チャンネル登録してあげてください。よろしくお願いします。あと一つですね、まあこれ特典って言っていいのかどうかわからないですけども、まあ特典じゃないな、特典じゃないと思いますけども、僕この中に、動画いっぱいあるんですけども、私、自分の動画では顔隠して出てますけども、この動画では顔出したまま出てますんで、もしね、僕の顔どんな顔か興味のある方はね、ぜひチャンネル登録してから、絶対チャンネル登録してくださいよ。チャンネル登録して、ご覧になってくれればいいかなと思いますね。はい。なんだこんなおっさんがやってたのかと、皆さんため息つくと思いますけども、私ももう恥を忍んでお願いしておりますので、ぜひお願いいたします。ということで今日はゲームシンカーのことについてお話しいたしました。ありがとうございました。